局の殺人事件。それは殺人が起きたことを、誰も気づかない事件である。事件にすらならない殺人か。この事件も当初、殺人事件であることを誰も気がついていなかった。それはとても恐ろしいね。でも、そんなことってあり得るのかい？刺殺、撲殺、絞殺。一目で殺人だとわかる事件もあれば、パッと見ではそうとわからない殺害方法もある。毒殺か。毒殺の歴史は古い。紀元前にはすでに毒による殺人が行われていたと見られており、古代ローマのクラウディウス帝は、最終的に妻のアグリッピーナに毒殺されたものと思われている。詳しくは、ユリア、アグリッピーナ、を見てね。毒殺を多用したことで知られるのが、史上最悪のローマ教皇、アレクサンデル6世を輩出した、ボルジア家である。ボルジア家は、一族秘伝のカンタレラ、と呼ばれる毒薬を使い、政敵を次々と暗殺していった。カンタレラ、の製法は完全に秘密で、2021年現在でもその製法は分かっていない。その成分については様々な説があるが、ヒ素ではないかという説が有力だ。わかる限り最初にヒ素を毒薬として生成したのは、8世紀に錬金術師として名を馳せたジャービル、ブン、ハイアーンという人物である。この人物は、アルカリ、の概念を生み出したと言われ、半ば伝説的な人物であるが、生成されたヒ素は無味無臭で、当時の医療技術ではその痕跡を発見できなかったと言われている。厄介すぎる毒だね。ヒ素中毒はこれらの症状と似た症状を引き起こし、伝染病で死んだとされた人間の中には、ヒ素で死んだ者も多かったという。そして厄介なことに、ヒ素は殺素剤として使われることから、容易に手に入る。あかにゃん。おそらくは歴史上、かなりの数の人間がヒ素によって殺されたことであろう。19世紀のフランスにおいては、ヒ素はインヘリタンスパウダー、と呼ばれるようになる。直訳すると、相続の粉、か。文字通り、遺産相続の際に使われることが多かったという噂があったようだな。ヒ素がそのような呼ばれ方をするようになったのには、ある事件の影響がある。アフェアー・マリー・ラファージュ。マリー・ラファージュは、1840年に、ヒ素で夫を殺害した罪で有罪判決を受けた。この事件はフランス史に残る大事件で、初めて直接の法医学的毒物学証拠で有罪判決が出た例となった。この事件において、マーシテスト、と呼ばれる検査方法が用いられ、遺体からヒ素を検出することができるようになったのだ。それは大発明だったね。これ以降、主にイギリスで、ヒ素はフールズポイズン、と呼ばれるようになる。直訳すると、愚者の毒、か。入手が容易である一方、体内に残留して検出が容易になったからな。しかし実際にはこれ以降もヒ素は殺人の手段として使われ続け、21世紀においてもヒ素による殺人があるぐらいだ。そしてその中でも最大最強と言えるのが、今回の主題、アフェアー・マリー・ベナード・ロエン・ポイゾヌーズ、だ。最初の犯行はおそらく、1927年の7月だったと思われる。最初は殺人だとさえ疑われなかったんだっけ？警察が最初に殺人を疑い出したのは、最初の事件が起きてから約20年後の1947年の話だ。そしてその時には、すでに銃を越す被害者が出た後だった。被害者の数が多すぎる。どうしてそんなことになってしまったんだい？そのあたりを含めて、この事件を見ていくことにしよう。この事件の中心には、マリー・ベスナードという女性の存在がある。彼女は1896年の8月1日に、フランスのルダンという町で生まれた。生まれた時の名前はマリー、ジョセフィーヌ、フィリッピーヌ、ダバーヨ。マリーは農家の娘として生まれ、1920年には、2歳年下のいとこである、オーグスト、アンティニーと結婚した。アンティニーは病弱で体が弱く、マリーの家族は結婚に反対したようだが、マリーの意志は固く、二人は結婚したのだった。恋愛結婚だったんだね。二人の結婚生活がどのようなものだったかは分かっていないが、1927年7月1日に、アンティニーは結核によって亡くなってしまう。気の毒に。
マリーはその後、いとこのパスカリンを通じて、王子主の息子である、レオン、ベスナードに出会う。ベスナードってことは？そう、マリーはこのレオン、ベスナードと結婚し、マリー、ベスナードとなったのだった。この結婚生活において、マリーは倹約家として知られ、その評判は非常に良かったようだ。1940年9月2日、レオンの母方の祖母が92歳で亡くなってしまった。遺産を引き継いだレオンの両親は、息子夫婦を呼び寄せ、共に暮らすようになる。1940年11月19日、レオンの父親であるマルセリン、ベスナードは、毒キノコを食べてしまい死亡。母方の祖母の死から約2ヶ月後か。その約3ヶ月後の1941年1月16日には、レオンの母親であるマリー・ルイーズ、ベスナードが、肺炎のために亡くなった。1938年にレオンの大叔であるマリー、ラブレイシュが86歳で亡くなっており、莫大な財産はレオンと、その姉妹であるルーシーに引き継がれた。その後、このルーシー、ベスナードは、1941年3月27日に、自宅で首を吊っているのが見つかっている。気の毒に。この前年には、マリーの父親である、ピエール、ダバヨーも78歳で亡くなっており、本当に気の毒に思うよ。さらに1945年には、レオンのいとこであるポーリーン、ボディーノと、その姉妹であるバージニーも死亡。それは本当に気の毒だね。って、そんなわけあるかー。明らかにおかしいよね。死んでる人多すぎだよね。そうなんだが、死んだ人たちが高齢だったということもあって、不審に思う人はいたかもしれないが、警察が動くようなことはなかった。でもおかしいじゃん。明らかにおかしいじゃん。結論から見ればそうなるが、亡くなったのはいずれも夫妻よりも随分年上の人たちばかりだ。例外はレオンの姉妹であるルーシーだが、これは自殺と見られていた。見られて、いた。ということは、やっぱり夫婦がやったのか。どうだろうな。何せ1947年には、レオン、ベスナードが死んでいるからな。は、犯人じゃなかったのか。ここへ来てようやく警察が動き出した。通報でもあったのかい？どうやら生前、レオンは不倫をしていて、不倫相手に自分は毒を盛られていると常々語っていたそうだ。むむむ。量にもよるだろうが、ヒ素は即効性のある毒ではなく、体内に蓄積されて寄生するタイプの毒であるらしい。ヒ素が体内に侵入して、数年が経つと、慢性ヒ素中毒になり、様々な症状が誘発されることが現代では知られている。レオン、ベスナードの死因は尿毒症。しかしその遺体からは、43mg のヒ素が検出された。ヒ素のせいで尿毒症になったわけか。先ほど少し触れたように、イギリスではヒ素を愚者の毒、と呼んだ。その理由はヒ素が体内に残り、その死後でも検出可能な点にある。警察はレオン、ベスナードの死亡を機に、ベスナード家の死亡者についての捜査を始めた。結果はどうだったんだい？レオンの両親、姉妹、いとこ、大叔、すなわちベスナード家のほぼすべての死亡者からヒ素が検出された。なんて、ことだ。それだけじゃない。1939年に、ベスナード夫妻の共通の友人であるプサン、リベットという人物が64歳で亡くなっているのだが、その遺体からもヒ素が検出された。何のために？リベットは生前、マリーを遺産相続人に指名していたらしいな。遺産目当てか。ヒ素が検出された人間は他にもいる。マリー、ベスナードの実の父である、ピエール、ダバーヨの遺体からも、36mg のヒ素が検出された。実の父親からも。そしてもう一人、マリーの最初の夫であるオーグスト、アンティニーからも、ヒ素が検出されている。なん、だと。そして最後の犠牲者とみられる。1949年に亡くなった、マリー、ベスナードの母親である、マリー・ルイーズ、アンティニーからも、48mg のヒ素が検出された。自分の実の母親でさえも。でも、あれ、このコーナーって。そう、未解決事件ファイルのコーナーだ。
犯人はマリー、ベスナード以外にいないじゃないか。警察も当然そう考えた。何せ、死亡者全員の遺産が彼女に入ったわけだからな。まさに、相続役。先ほども少し触れた、マーシテスト、によって、死亡者の遺体からは次々とヒ素が検出された。それなのにどうしてこの事件は、未解決事件、なんだ？順を追って話そう。1949年の7月21日、司法警察ののっけ長官は、マリー、ベスナードを殺人の罪で逮捕、同日に起訴するに至った。遺体の冒険を行ったのは、マルセイユ法医学研究所の所長であるジョルジュ・ベロー博士。盤石の構えだね。1949年12月28日、マリー・ベスナードは、11件の殺人にて起訴を受ける。ふむふむ。裁判が始まったのは1952年の2月20日。マリー・ベスナードの弁護士は恐ろしく優秀だった。ベロー博士の専門知識には不安があるとし、裁判所に対して別の専門家の任命を要請。裁判所はその要求を受け入れ、新たにファーブル、コーナバレスト、グリッポンという3人の専門家を任命した。その結果、ベロー博士の見解とは矛盾した結果が出たのだった。なんと。弁護士は、ベロー博士が、組織サンプルを含む瓶のラベル付けを誤り、いくつかの瓶を紛失、または交換したと主張した。また、ベロー博士は、遺体からヒ素を検出したわけだが、弁護士はこの点。墓地での調査では、ヒ素が花に使用されている化学物質や亜鉛の装飾品などから、土壌や体に浸出している可能性があることを指摘。そういえばヨーロッパでは土葬が基本だったね。実際問題、ヒ素は金属製の十字架、礼拝堂の屋根、葬儀用装飾品などに含まれていて、墓地の土壌そのものも、ヒ素で飽和していた可能性があったらしい。ということは、ああ、マリー、ベスナードは無罪になった。なんて、ことだ。マリー、ベスナードは、1980年まで生き、ふるさとのチルーダンで、その83年にも及ぶ生涯の幕を閉じた。裁判が始まった当初は、誰もがマリー、ベスナードの犯行だと思っていたようだが、裁判が長期化し、弁護士によって証拠の不十分性が攻撃されるにつれて、世論は次第にマリー、ベスナードに同情するようになっていき、多くの者が彼女の無罪を信じるようになったという。なんかだんだん彼女は無罪なような気がしてきた。裁判で無罪になった以上、マリー、ベスナードは無罪だ。しかし、本当のところはどうだったのか。彼女は本当に何もしていないのか。その本当のところは、彼女にしかわからないことなのかもしれない。真実、とは果たして何なのであろう。11名の人たちは、自然死だったのか。それとも、究極の殺人。だったのか。アフェアマリー・ベナード・ロエン・ポイゾヌーズは、フランス史上最大の謎の一つとして、現代まで語り継がれている。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。